話したんですけど、まあ、今年はちょっとだけボリューム下げれる、もうちょっとだけ奥行ける今年来年ぐらいはちょっとギブをばらまくっていうのを僕の中のテーマとさせていただいてまして、まあ、僕が今美容師4年目で、まあ、美容師をめちゃめちゃ楽しんでる自信があるんですね。これはまあ誰かと比べてとかじゃなくて、僕が個人的に一番楽しんでるわって思ってるっていうだけなんですけど、まあ、そうなれたのは学生時代のコミュニティがあったりだとか、学生時代にこう人がやってなかったことをこうできてたとか、例えばあの友達のカットカラーをやったりとか、いろんな学校の友達とつながったりとか、なんかそういうのができたのはコロナがなかったからっていうのもありますし、なんか当時の全体の業界の雰囲気的なのも多分関係してるのかなって思うんですけど、最近そういうのがやっぱコロナもあってすごい閉鎖的になってしまって、学校同士がこうつながりがなくなっちゃったりとか、美容師と美容学生のつながりがなくなったりとか、なんかそういう閉鎖的なのをこう僕から壊せたら面白くなるんじゃないかなって思って、で自分より下の世代、これからの世代が、まあ、僕も含めこれからの美容業界をこう作っていく側に回るんだろうなって考えてるので、なるべく早く下の世代に今自分が伝えられることを伝えたいなと思って、まあ、ギブをばらまくこの大テーマの一環として、学生10人、まあ、無料でセミナーをさせていただいたっていう感じになります。ありがとうございます。疲れてきた？大丈夫です。みんな学校終わりでしょ。体力あるね。ちょっとイレギュラーな感じで入るかな。内側に入れると結構規則的に入れててもレギュラーな見え方がするから多分面白い。オイルつけましょう。入れさせたいときはなるべくこうここだけ当てて、じゃあパッと回って、はい、ぐるっと一回転できますか。回って。かわいい。素敵。かわいい。かわいい。で途中から入れてるから、どこからともなく紫みたいな、ちょっと座って、軽く最後喋って終わりましょう。はい。全然どうぞ。シンプルに思うし、これからの美容業界を作っていくのは簡単に言うと Z 世代とかよく言われてるじゃないですか。それより下も僕らの世代だし、みんなだと思うから、これやってみたいけどそんなやらせてお客さんいないな、でパンって諦めてたことが諦めなくてよくなるわけ。海外のスタイル見たりとかして、あ、海外ってすごいなっていう感覚じゃなくなったの。これやったらおもろそうになるわけ。ブリーチそりゃ知識高まっちゃうわけ。毎日ブリーチのお客さんやってたら毎日ブリーチのこと調べるから、そして気づいたら、なんでそんなブリーチ上手くなってるんですかって言われるようになってるみたいな感じだと、そういうのがなんか頭に来たとしてもなんか可愛くなるし、髪の毛何をしても似合っちゃうでしょっていう人に対してしかやらないよ。こう、はい、今からやっといた方がいいことって、そのまま突き進めマジで3、2、1、ありがとうございます。仕事終わりは必ずビール飲んでます。もう切り替えって感じです。終わったっていう、もう今日特にこれからもう仕事はしなくていいっていうタイミングで飲むようにしてます。いい気持ちの切り替えになってます。はい。その場の空気を自分のものにしちゃうみたいな空気感持ってる人をなんかカリスマっていうのかなって宮内さんとお会いした時に思ったっていうのがすごい強く残ってて、でも本当になんか宮内さんはカリスマじゃないよって言うんですけど、なんか出ちゃってんなっていうイメージですかね。いや空気読めないだけだよ。なんか空がね、俺答えあんま言いたくないんだよね。なんか
答えでも欲しがってもないし、そこってなんか今の若い子とすごい風が違うなっていう思う。やるんでっていうスタンスだったら、やる道を教えてほしいとかやり方とかっていうテンションじゃなくて、これやろうと思ってるんです、ウィーちゃんだけでいい、いいというか、それ以上こいつが選べばいいし、失敗しても彼が気づけばいいし、しないと思うけどね。それこそ宮城さんが用意していただいたザ・ソリストっていう環境だったりとか、山崎健吾さんがやってるあのヘアカラーアカデミーっていうところの認定講師をこう最年少でさせていただいてるんですけど、自分がこうリラックスして全力発揮できる場所っていうところと、自分が責任を持ってちょっとピリついていい意味でできる場所っていう、この2個を職場として持ってるのが、まあ、僕が今こう活動できてるそのベースにあるのかなと思うので、自分が気持ちいい環境、責任持てるピリッとした自分になれるっていうのも気持ちいいですし、自分がリラックスしてやりたいことができるのも気持ちいい、なんかどっちも自分が成長する場所になれたらいいなっていう意味で、自分が気持ちいい環境に身を置くっていうのが大事なのかなと考えてます。ありがとうございます。自分より若い世代だったりとかにこうきっかけだったりなんか希望とかを、そういう働き方あるんだとか、そこまでやっていいんだとか、若くてもいけるんだっていうのをこう見せられる存在になりたいなと思ってるので、自分がなりたいとかじゃないんですけど、なんかカリスマになんなきゃいけないなって思ってます。何をもってカリスマなのかはよく分かってないんですけど、周りからフーガーカリスマだよねって言われるようになるまではちょっと突っ走ろうかなと思います。